ハロー l o バー e r y b o d y h o どうも、皆さんごきげんいかがでしょうかあのんもりことよしもと新劇の森田り之のべしです。えー、本日はこちらのね、屋根裏よりお送りいたします。何をお送りするかって、こんな時期だからね、これしかありませんよ。映画でございます。ムービー紹介でございます。ムービーレビュー。はい、久しぶりの、でもこれね、今公開してない映画を、一切、だから映画館自体も閉じてる、 状態ですが家から出れない自粛状態でございまして。 皆さん、どんな映画も、ネットフリックスもアマゾンももう全部もう見てもうたわ、見るもん見てもうたわっていう方、これを忘れてもらったら困ります。こんな状況やから、絶対見てほしいんですけど、実はこれネットフリックスもアマゾンプライムのないんです。おそらく、ツタヤオンラインでは見れるんでなかろうか。なので、本当に外出する方は怖いかもしれないですけど、外出するのは怖いかもしれないですけど、ツタヤまで行っていただくか、本当にツタヤオンラインでは絶対あると思う作品はこちらでございます。ボン アウトブレイク。覚えておられますか皆さん、この映画を。これね、なんで見てほしいかって言いますと、今、現在の、このコロナウイルスなんだ言うてる状況を、まるで予期してたんじゃないかというぐらいのムービー本当にすごい。ええー、もうこれね、90年代の映画なので、もう30年ぐらい前ですよ。実際なん、いつだったかな平成7年、1995年です。25年前、えー、私がまだ、え、え 10? え ?25 年 ?19 歳ようパンフレット持ってた思いませんこれすごいのは、えー、まあ、ダスティン・ホグマン、まあ、レネル・スソー、ね、えー、モーガン・フリーマン。 全然変わらへんなって思うんですけど、レネルストってね、もう最近でこそもう、えー、綺麗なお母さんみたいなんでね、ちょっとハリウッドの、えー、この娘さんが結構綺麗でね、えー、世界一綺麗な親子なんじゃないかっていうことを噂されてる、たりするんですけど、レネルストっていえば当時、この、この当時ですよ、ハリウッド押し押しやったんです。 ええ。それこそケビン・コスナーと共演したりだとか、もうとりあえずみんなレネルスト使えって言われてるぐらいすごい女優さんやったんです。またアウトブレイクって分わかります皆さん。いわゆるパンデミックっていうのわかりますよね。もう感染爆発だと。えいう。実はこのアウトブレイク、その前の段階。いわゆる感染が起こっているっていう状況です。うわ感染が起こった。まさにこれアウトブレイクやっていいことです。感染が始まるというのはいわゆるアウトブレイクって言うんですけど、 ジョーズよりずっと怖い90年代の恐怖は壮大なサスペンス、ノンフィクション。ノンフィクションってもう言っちゃってるんですけど、実はノンフィクション、もうフィクションなんですよ。フィクションなんですけど、もうこれはこうなってよ。もうノンフィクションだって。なぜかというと1ページ目にどうなりますアウトブレイク。ノーベル生理医学賞を受賞したですね、ジョシュアン・リーダーバーグという知らん人ですけど、この方言ってます。人類の地球上における永続的優位を脅かす最大の脅威はウイルスである。ね ここに絶滅するのは人類かウイルスか。もう見なあかんくないでしょもう見なあかんでしょで、ほら、もう見てこの、この感じのシーンと。まあ、もっともこう、舞台はアフリカから始まってるんです。アフまあ、エボラ出血熱みたいなのの、そういう新しいウイルスを発見するっていうところから始まるんですけど、えなんとこの、 エボラ出血なん、ね、こは、レベル0からレベル4まであって、えー、全部書いてます、ここに。レベル0とは、えー、衣服、コンタクトレンズなど、肌に、えー、接しているすべてのものを取り去り、厳、え、禁、ー、された手術医に着替える。まあ、これぐらいのことだって、レベル0はね、えー。レベル2、ウイルスの増殖を不可能にし、死滅させるために紫外線のシャワーを浴びる。これはレベル2がやる。レベル2ってのは大体、この、えー で、すレベル3、えー、最終準備区域、バイオハザード、えー、微生物災害用宇宙服、バイオハザード用宇宙服フェイスマックスクを身につけ、自分自身を密閉する。これがもうレベル3。実はレベル3がど,れどういうウイルスなのか分かりませんが、レベル4。 最もホットな致死率が高いウイルスを扱う区域。えー、壁はエポキシ樹脂塗料で、えー、塗り固められ、す、え、べ、ー、ての隙間は密閉、密封されている。研究者はエアホースから宇宙服内に供給される空気で呼吸する。AA5 室とも呼ばれる、えー。このレベル4に関してはですね、 えー、病気で効くワクチンは存在しないからである今の段階で言うとエボラ出血です。エボラウイルスはレベル4で、この間レベルあの、エボラ出血熱に対する薬もね、開発されたということでございまして。で、これちらちらとこう、ページをこうめくっていって、見えてくる景色がもう、まさに、あの、あの景色みたいな。 でそれこそイタリアだとかでこう外にねエアテントみたいな貼張って、えー、治療してる方おられますけど僕この映画で実は初めに見てるんですああいう人うわっえ映画の中から半剣でできたと思うんだけどもう関没死から全部消えてしまってるわ脇を固めてるメンバーが素晴らしいんですそれこそえー、キューバグッティングジュニアわかりますかねザ・エージェントっていうね、えー アメリカの本来の題名はジェニー・マグアイアでトム・クルーズ主演の映画で、えー、NFL のプロフットボール選手を演じてア,メリカアカデミー賞の助演男優賞を受賞した方でございましてね。あのまだこのドナルド・ソザ・ラ,ランド。もう悪役ではこの人。おそらくこの人が黒幕だったり悪い役だったんだろうなってわかるぐらい。そしてなんとケビン・スペイシー。出てたんだっていうね。 わかりますかケビン・スペイシー。えー、セブンとかでも出ていましたし、なんていは、アメリカン・ビューティーで、えー、主演男優賞をの、えー、受賞した。えー、でウ、えー、ウォルフ・ギャング・ペターゼンという監督が、私この方あんまりよく知らないです。えー、監督でものどうのこうのあんまりわからないですけど、ネバーエンディングストーリー、えー、と、えー、などをお作ってるということをございまね。これね、ストーリーのね、触りをね、 ちょっと読みますえそこまでいっちゃうって思うでしょ全然いって大丈夫なぜかというともう見たくなって仕方がなくなってくるからいいですか「米国陸軍伝染病医学研究所」こういうのがここあるんですね、えー、のレベル4の研究チームのリーダーこダスティン・ホーグマンは、えー、同じ研究所の部下でもあった妻のロビーと離婚し え息承知していたそんな時、えーダ,ニえー、ダスティーーン・ホフマンサム・ダニエルズ大佐というねダステン・ホフマンは指揮官のーモーガン・フリーマンの命令でアフリカのモタバ川流域ににある小ささな村に派遣されたそこで彼が目にしたものは体中の皮膚が赤黒く膨れ上がり苦痛にうめきながら次々に死んでいく住民たちの姿だった。 ダスティン・ホマンはこの未知のウイルスがアメリカにまで広がる可能性があると判断し警戒体制を仕組みを進言するところがモーガン・フリーマンは、えー、モタバウイルスと名付けたこのウイルスの研究をやめるように命令するのだったその直後からカリフォルニア州の、えー、シーダ・クリークという町の住,人住民たちの間に インフルエンザのような症状が現れ始める発熱、咳、目の充血、そして皮膚に反転ができて膨れ上がり全身から出血して死に至る。ね。ここまでしか読みません。さて、この後どうなるのか。ね。今これアフリカのモタバ川って言ってましたけど、中国の武漢って言うてしもたらどうです恐ろしないですかこれ もう見なあかんでしょうぜひアウトブレイクもう今の状況をええって思ういやいやいやほなもうこうしたらええんちゃうんってマジ思う映画ぜひ見てくださいということでございまして本日は映画25年前の映画アウトブレイクの紹介でしたチャンネル登録してほしいんですねはい